中田翔さん、オリックス移籍へ。今後の去就が注目される巨人中田翔内野手にオリックスへの移籍の可能性が囁かれ始めている。オリックスには日本ハム時代の恩師である福田純一 GM が編成トップに座っている。これに加え、生活の拠点を夫人の実家がある関西へ移すシナリオは家族を第一に考える中田にとって最善の選択になると指摘する声が急浮上。いらない定期、頓宮どうするねん。代打でもいらん。そもそも中田と森友やって相性悪そうやけど大丈夫か？なんかチーム割れそう。チームの雰囲気が悪くなって4連覇逃しそう。DH って手もあるからパリーグの方がええわな。森はファーストは空いてるのかな。DH も半分ぐらい森友やろ。右は杉本頓宮がいるし、オリじゃ代打要員だろ。中田本人云々より中田取って保証取られるのは勘弁。そろそろプロテクト厳しくなってきたし。オリもいらんやろ。本命はロッテや。出場機会も止めるならロッテが最適解なはず。ただセーブ以上に兼ねないからな。森は絶対来てほしくないだろうな。森の立場になれよ。FA して伸び伸びやってたら高校の先輩が来るって最悪やろ。いや西川龍馬だけでええって。パリーグ球団、巨人、オリックス、あ、察し、押し付け合ってて草。清原ルート着実に歩んでて草。清原タイプはただでもいらんわ。中田が補強ポイントにがっつりマッチする球団って一個しかないやん。趣味ドラが最適なのに、